いよいよ東京2020オリンピック聖火リレーステージにおいて東京都デイ5を走行予定でした聖火ランナーの皆さんによる聖火をつなぐトーチキスが行われます。最初は国立市の聖火ランナーの皆さんによるトーチキスです。ステージ上には自治体代表の永見和夫国立市長に登壇いただいております。なお本イベントは現状の情勢を踏まえ新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上で無観客で実施させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初に国立市長永見和夫より一言ご挨拶いたします。永見市長よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました国立市長の永見和夫でございます。国立市を代表しまして一言ご挨拶を申し上げさせていただきたいと思います。聖火ランナーの皆様、ようこそこの会場へお越しいただきました。そしてまた関係者の皆様、公道での聖火リレーができないという中において、このようなセレモニーの場を作っていただき、今大会を盛り上げていただいていることに対し、心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。コロナ禍におけるオリンピック、これにつきましては賛否さまざまあるところでございます。そのような中において聖火ランナーの皆様も心の中ではさまざま思い巡らすものがあったのではないかと思っております。しかしながら本日このような形でご参加いただいた、これには大変勇気ある行動だと私は心から敬意を表したいと思います。皆様のこの聖火、このトーチキス、これが一生の思い出となるためには、この大会がコロナの恐怖を乗り越えて安全で、そしてアスリートの皆様が素晴らしいパフォーマンスを発揮できる、そのような大会であることが必須であろうと思います。私はこの場で東京2020オリンピックがそのような素晴らしい場となることを心から記念し、そして本日のこのリレー、トーチリレーが成功裏に終了することを記念いたしまして、甚だ簡単ではございますが、私からのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。永見市長ありがとうございました。それでは国立市の聖火ランナーの皆さんによるトーチキスを行います。それではステージの準備をお願いいたします。第一ランナーのトーチへの聖火の点火は永見和夫国立市長からとなります。永見市長よろしくお願いいたします。ただいまトーチに聖火が点火されました。永見市長ありがとうございました。それでは国立市のトーチキススタートです。
ただいま国立市の最終ランナーに聖火がつながりました。それではこれより聖火を納火いたします。国立市の聖火ランナーの皆さん、ありがとうございました。それではトーチキスを終えた国立市の聖火ランナーの皆さんの記念撮影を行います。聖火ランナーの皆さんはステージへ登壇ください。メディア関係者の皆様はご準備をお願いいたします。以上で国立市の聖火ランナーの皆さんの記念撮影を終了いたします。失礼いたしました。記念撮影を行っております。失礼いたしました。以上で国立市の聖火ランナーの皆さんの記念撮影を終了いたします。それでは聖火ランナーの皆さんはご登壇ください。ありがとうございました。それでは次の区間のトーチキスの準備が整うまで今しばらくお待ちください。東京2020オリンピック聖火リレーステージにおいて東京都デイ5を走行予定でした聖火ランナーの皆さんによる聖火をつなぐトーチキスが行われます。続いては国分寺市の聖火ランナーの皆さんによるトーチキスです。ステージ上には自治体代表の伊沢邦夫国分寺市長に登壇いただいております。なお、本イベントは現状の情勢を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上で、無観客で実施させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初に、国分寺市長、伊沢邦夫より一言ご挨拶いたします。伊沢市長、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ご紹介と参りました国分寺市の伊沢でございます。国分寺市民を代表いたしまして一言ご挨拶をさせていただきます。3月25日に福島県をスタートいたしました東京2020オリンピック聖火リレー、全国各地の聖火ランナーの思いをつなぎ、
7月9日からオリンピック開催都市であります東京都へやってまいりました。本日は都内5日目の聖火リレーとなり、セレブレーション会場のあるここ東村山市で聖火皿に火が灯されます。聖火の到着を心より歓迎し、そして皆様と喜びを分かち合いたいと思います。聖火ランナーの皆様、本日はご参加いただき誠にありがとうございます。新型コロナウイルス感染症防止のため公道でのリレーを断念せざるを得ず、これまで準備を進めてこられたランナー、ボランティアの皆様、さらには地域の皆様には誠に申し訳なく思っております。大変残念な気持ちでいっぱいでございます。しかし本日は聖火ランナーの皆様にこのセレブレーションのステージに上がっていただき、トーチキスによる聖火をつないでいただきます。聖火ランナーの皆様、お一人お一人さまざまな思いをお持ちかと思います。ぜひその思いをトーチに託し、つないでいただきたいと思います。オリンピック聖火リレーのコンセプトはホープライトアウェイ、希望の道をつなごうです。皆さんの思いが希望の光となって、大会の成功、競技者の素晴らしい活躍を照らしてくれることを心より記念いたしております。結びとなりますが、この素晴らしいセレモニーを準備していただきました組織委員会、東京都聖火リレー実行委員会、東村山市、並びに関係各位に心より御礼を申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。伊沢市長、ありがとうございました。それでは国分寺市の聖火ランナーの皆さんによるトーチキスを行います。ステージの準備をお願いいたします。第一ランナーのトーチへの聖火の点火は伊沢邦夫国分寺市長からとなります。伊沢市長、お願いいたします。ただいまトーチに聖火が点火されました。伊沢市長、ありがとうございました。それでは国分寺市のトーチキススタートです。
ただいま国分寺市の最終ランナーに聖火がつながれました。それではこれより聖火を納火いたします。国分寺市の聖火ランナーの皆さん、ありがとうございました。それではトーチキスを終えた国分寺市の聖火ランナーの皆さんの記念撮影を行います。記念撮影は2回に分けて行います。では最初のグループの聖火ランナーの皆さんはステージに登壇ください。メディア関係者の皆様はご準備をお願いいたします。ありがとうございました。最初のグループの皆さんはご登壇ください。ありがとうございました。続いて次のグループの聖火ランナーの皆さん、ステージへご登壇ください。以上で国分寺市の聖火ランナーの皆さんの記念撮影を終了いたします。聖火ランナーの皆さん、ありがとうございました。ご登壇ください。ありがとうございました。それでは次の区間のトーチキスの準備が整うまで今しばらくお待ちください。東京2020オリンピック聖火リレーステージにおいて、東京都デイ5を総合予定でした
聖火ランナーの皆さんによる聖火をつなぐトーチキスが行われます。続いては小平市の聖火ランナーの皆さんによるトーチキスです。ステージ上には自治体代表の小林陽子小平市長と小川正幸小平市教育長に登壇いただいています。なお本イベントは現状の情勢を踏まえ新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上で無観客で実施させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初に小平市長小林陽子より一言ご挨拶いたします。小林市長よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました小平市長の小林陽子でございます。東京2020オリンピック聖火リレー点火セレモニー開催に伴いまして一言ご挨拶申し上げます。まずは本日のセレモニー多くの方々のご尽力によりまして開催できますこと大変嬉しく感謝申し上げます。ありがとうございます。さて東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の延期が決まって1年ランナーの皆様におかれましてはこの間さまざまな思いを胸に過ごされそして本日を迎えたことと思います。行動をリレーできなかったことは大変残念に思います。しかしながら全国多くの方々の思いをつないできたこの聖火を本日この地で小平市民の皆様とさらにつないでいけること大変嬉しく思っております。そして7月23日の開会式までさらに多くの方の思いをつないでいただき困難に抱えながら練習に取り組んできた選手の皆様に勇気を与えるとともに希望の光として日本の人々世界の人々を明るく照らしてくれることを記念申し上げます。結びになりますが今回の急な変更に伴いさまざまな調整にご尽力いただきました大会組織委員会の皆様東京都聖火リレー実行委員会の皆様開催地であります東村山市様会場であります国立療養所多摩全省への皆様に厚く御礼を申し上げ私からのご挨拶とさせていただきます。小林市長ありがとうございました。それでは小平市の聖火ランナーの皆さんによるトーチキスを行います。ステージの準備をお願いいたします。第一ランナーのトーチへの聖火の点火は小川正幸小平市教育長からとなります。小川教育長お願いいたします。ただいま、トーチに聖火が点火されました。小川教育長、ありがとうございました。それでは
小平市のトーチキススタートです。
ただいま小平市の最終ランナーに聖火がつながれました。それではこれより聖火を納会いたします。小平市の聖火ランナーの皆さん、ありがとうございました。それではトーチキスを終えた小平市の聖火ランナーの皆さんの記念撮影を行います。記念撮影は2回に分けて行います。では最初のグループの聖火ランナーの皆さんはステージへ登壇ください。メディア関係者の皆様はご準備をお願いいたします。ステージ上の聖火ランナーの皆さん、ありがとうございました。それではご講談ください。ありがとうございました。それでは次のグループの聖火ランナーの皆さん、ステージへご登壇ください。以上で小平市の聖火ランナーの皆さんの記念撮影を終了いたします。ステージの聖火ランナーの皆さん、ありがとうございました。それではご講談ください。ありがとうございました。それでは次の区間のトーチキスの準備が整うまで今しばらくお待ちください。
皆さんこんにちは。東大和市立第一中学校吹奏楽部です。風になりたい、聞いてください。Thank you.
東京2020オリンピック聖火リレーステージにおいて、東京都デイ5を走行予定でした聖火ランナーの皆さんによる聖火をつなぐトーチキスが行われます。続いては東大和市の聖火ランナーの皆さんによるトーチキスです。ステージ上には自治体代表の尾崎康夫東大和市長、そして関田正民東大和市議会議長に登壇いただいております。なお本イベントは現状の情勢を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上で無観客で実施させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初に尾崎康夫東大和市長より一言ご挨拶いたします。尾崎市長、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。東大和市長の尾崎でございます。東京2020オリンピック聖火リレー点火セレモニー開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。本日は聖火ランナーの皆様、またそのご家族などの皆様にお集まりをいただき誠にありがとうございます。さて東大和市では東京2020大会の開催にあたりまして、開催都市の一員として組織委員会、東京都などと連携を図り、大会の成功に向けた取り組みを行うとともに、オリンピック憲章の精神に鑑み、平和な社会の実現を目指し、平和意識の高揚を目的とした取り組みも推進してまいりました。特に今回のオリンピック聖火リレーにつきましては、ゴール地点を都立東大和南公園平和広場とし、当市の貴重な戦災建造物であります旧日立航空機株式会社変電所の前で、聖火の到着を願うミニセレブレーションを開催し、多くの方々に平和の大切さを知っていただき、後世に継承してまいりたいと考えておりました。残念ながら新型コロナウイルス感染症の影響により、東大和市内公道での聖火リレーや平和広場でのミニセレブレーションの開催は中止となりましたが、本日こうして皆様と共に平和の祭典でありますオリンピックの聖火をつなぐことができ、大変意義深いものであると考えております。東京2020オリンピック聖火リレーのコンセプトはHope Light Our Way、 希望の道をつなごうであります。今私たちは平和への希望や困難に立ち向かう希望など、さまざまな希望を一人一人胸に秘めています。この聖火の光が皆様にとって希望の道を照らし出すものになると考えております。結びに本日お集まりの皆様のご健勝を記念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。尾崎市長、ありがとうございました。それでは東大和市の聖火ランナーの皆さんによるトーチキスを行います。ステージの準備をお願いいたします。第一ランナーのトーチへの聖火の点火は、関田正民東大和市議会議長からとなります。関田議長、お願いいたします。ただいまトーチに聖火が点火されました。関田議長、ありがとうございました。
それでは東大和市のトーチキススタートです。Thank you.
ただいま東大和市の最終ランナーに聖火がつながれました。それではこれより聖火を納火いたします。東大和市の聖火ランナーの皆さん、ありがとうございました。それでは、トーチキスを終えた東大和市の聖火ランナーの皆さんの記念撮影を行います。記念撮影は2回に分けて行います。では最初のグループの聖火ランナーの皆さん、ステージへご登壇ください。メディア関係者の皆さんはご準備をお願いいたします。ステージ上の聖火ランナーの皆さん、ありがとうございました。それでは記念撮影は終了となります。ステージからご降壇ください。ではこの後、次のグループの聖火ランナーの皆さんにご登壇いただきます。はい、ありがとうございました。それでは皆様ご降壇ください。では続いてのグループの記念撮影に進みます。聖火ランナーの皆さんはどうぞステージの方にお進みください。以上で東大和市の聖火ランナーの皆さんの記念撮影を終了いたします。聖火ランナーの皆さん、ありがとうございました。それではご降壇ください。ありがとうございました。では次の区間のトーチキスの準備ができるまで今しばらくお待ちください。
ここは人権の森です。1909年、この地にハンセン病の療養所全生病院が創立され、1941年に国立療養所多摩全生園となりました。ハンセン病は遠い昔から世界中で呪いや天罰による不治の伝染病と恐れられてきました。日本では明治時代にハンセン病の隔離政策が始まりましたが、1940年代に有効な治療薬が開発されて、ハンセン病は治る病気ということが確認された後も、強制隔離という誤った政策が1996年まで続けられたのです。この間、入所者は偏見や差別に翻弄され、筆舌に尽くしがたい苦しみや悲しみに耐え、人間の尊厳を取り戻すために戦い、懸命に生きてきました。多摩全生園の100年を超える歴史の教訓は極めて重いものです。過去の長きにわたって患者、回復者、その家族を苦しめた偏見と差別と隔離政策を、現代の私たちは重大な人権侵害と認めて深く反省し、未来に語り継がなければなりません。多摩全生園を第二のふるさととせざるを得なかった入所者たちは、病をして土地を開き、それぞれの思いを込めて木を植えました。今その木々が茂って森となり、人権について学ぶ場となったのです。多摩全生園開園100周年の2009年、東村山市は多摩全生園の豊かな緑とその背景にある人権侵害の歴史の教訓を長く後世に伝えるために、命と心の人権の森宣言を行いました。この人権の森で聖火リレーのセレブレーションが開催されるのはとても意義深いことです。東京2020オリンピックの大会ビジョンは、全員が自己ベスト、多様性と調和、未来への継承、これにのっとって私たちはここ東村山市の人権の森から人間の尊厳と人権の大切さを訴えます。戦争も差別もない平和な共生社会の実現を目指す私たちの決意を世界に向けて発信します。私たちは皆時代をリレーするランナーです。希望の道をつなごう。東京2020オリンピック聖火リレーステージにおいて、東京都デイ5を走行予定でした聖火ランナーの皆さんによる聖火をつなぐトーチキスが行われます。本日の最後は東村山市の聖火ランナーの皆さんによるトーチキスです。ステージ上には自治体代表の渡辺隆東村山市長に登壇いただいております。なお、本イベントは現状の情勢を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上で無観客で実施させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは東村山市の聖火ランナーの皆さんによるトーチキスを行います。ステージの準備をお願いいたします。
第一ランナーのトーチへの聖火の点火は渡辺隆東村山市長からとなります。渡辺市長、お願いいたします。ただいま、トーチに聖火が点火されました。渡辺市長、ありがとうございました。それでは東村山市のトーチキススタートです。
さあそして本日の最終スロットを担当されるのは平沢康二さんです。本日の最終スロットを担当されているのは国立療養所多摩前哨園入所者自治会前会長であり東村山市民栄誉賞を受賞されている平沢さんです。平沢さんは14歳の時に多摩前哨園に入所されました。長年にわたり療養所の生活改善に努められ昭和44年に入所者自治会を再建しました。また語り部として希望を捨てなかった自らの生きる姿を見せ子どもたちに生きる力を注ぎ続けていらっしゃいます。本日は最終ランナーとして笑顔と希望を聖火の灯火とともに未来に向けてつなげます。それではトーチキスをお願いいたします。さあ改めてご紹介しましょう。本日の最終ランナーは平沢康二さんです。大きな拍手をお願いいたします。それでは平沢さん聖火皿へ聖火の点火をお願いいたします。それではトーチを聖火皿へ掲げてください。ただいま聖火が聖火皿に灯りました。さあそれでは無事に大役を果たしていただきました最終ランナーの平沢さんに今の感想を少しお伺いしたいと思います。さあよろしいでしょうか。平沢さん、今日までたくさんの聖火ランナーによってつながれてきた聖火、今聖火皿に灯すことができましたが、どんなお気持ちで今いらっしゃいますか。かつて昭和39年の東京オリンピックの時は雷雨法に阻まれて東京国立競技場に行くこともできませんでした。電柱の陰でマラソンの阿部選手を応援し常に罪人のような感じで生きてまいりました。まさか今日私がこの御所を代表して最終の聖火ランナーに選ばれるとの夢にも思っておりませんでした。これもひとえに東村山市長の渡辺市長さんの格別のご払いと15万市民の私に対する生きていてよかったという励ましのメッセージであると思います。人間はどんなことにも負けることはありません。今世界はコロナによって分断されようとしています。しかし東京オリンピックを通してこの分断を必ず人間らしく生きる人権のふさわしさを尊ぶそういうオリンピックになるだろうと私は確信しております。この土地は私たちが100年にわたって切り開きここに木を植えて感謝の印として人権の森を作ってきた場所であります。この人権の森こそこの
東京2020のオリンピックの聖火の場所として選んでいただいた重ねて渡辺市長さん、市議会、そして関係各位の皆さんにありがとうを何度繰り返しても言葉は絶えません。どうもありがとうございました。本当に力強いお言葉をありがとうございました。そして平沢さん、今日会場にたくさんの皆さんお越しいただきましたが、皆さんの応援というのは届きましたか？皆さんの拍手は私の胸を打ちて、94歳で今中は寝たきり老人のようになっておりますけれども、一日でも長生きしてこの皆さん方の拍手に少しでも応えられる、そして私の大好きな子どもたちに会えるために頑張って生きていきたいと思います。ありがとうございます。最後にでは一言、明日以降の聖火ランナーの皆さんに平沢さんからエールのお言葉をお願いいたします。ぜひ先ほども言ったように、世間では新型コロナで分断社会が生まれようとしておりますけれども、この東京2020のオリンピックを通して一つの心になって、コロナに立ち向かえば人間は決してコロナなどに負けない、私たちは雷王法の下で何世紀も苦しんできた、そういう歴史を戦ってきた身として、そう信じています。どうかこれからも聖火ランナーの皆さん、自分の思いを胸に走り続けて東京スタジアムの聖火台に火を灯してください。ありがとうございます。たくさんの力強い貴重なメッセージを頂戴いたしました。本日の最終ランナー平沢康二さんに今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。それでは続いて東京2020オリンピック聖火リレー自治体を代表して、東村山市長渡辺隆よりご挨拶をさせていただきます。皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました、東村山市長の渡辺隆でございます。ご市を代表させていただきまして、一言ご挨拶を申し上げさせていただきたいと思います。先ほどは少し雨がぱらつきましたけれども、今ご覧のように雲間から青空が覗いています。皆さんの思いが天に通じて、こうして無事に聖火皿に聖火の炎も灯すことができました。御市の市長を代表して皆様に心から感謝を申し上げる次第でございます。特に今回新型コロナウイルス感染症が蔓延している最中にもかかわらず、この医療施設である多摩前哨園をこの点火セレモニーの会場としてご提供いただきました国立療養所多摩前哨園、正木園長先生をはじめとする園の関係者の皆さん、そして山岡会長をはじめとする今日大勢来ていただいておりますが、入所者の皆さんに心から感謝を申し上げる次第でございます。皆さん本当にありがとうございます。そして聖火ランナーの皆さん、本当に残念な思いだったと思いますが、本日もご参加をいただいて、トーチキスで聖火をつないでいただきました。その他今日は出番はありませんでしたけれども、大勢の市民ボランティアの皆さんもこの聖火リレーセレブレーションに関わってこられた次第であります。その他数の多くの方に今回大変お世話になりました。高い席からではありますけれども、新人なる敬意と感謝をまずは申し上げる次第でございます。本当に皆さんありがとうございます。
さて、この多摩前哨園は明治42年1909年に開所以来、国の誤った政策によってこのハンセン病という病に罹患をした。それだけで大切な肉親から切り離され、この地に強制隔離をされるということが、平成8年、法律上は平成8年、1996年まで続けられてきたのでございます。入所者の皆さんは世間の激しい差別と偏見によりまして、筆舌に尽くしがたい苦難を被ってこられました。先ほど平沢会長からもお話がありましたように、57年前の東京オリンピック、その時は東宮山では聖火リレーは行われませんでしたけれども、聖火リレーもオリンピックも入所者の皆さんにとっては遥か遠い存在であったと伺っております。今回聖火ランナーの皆さんの手によって、この多摩前哨園に聖火の灯火が運ばれて、そして盛大にセレブレーションが開催されることを入所者の皆さんは心待ちにされておられました。もとより我々も多くの方に参加をいただいて、激しい人権侵害をはねのけながら、自らの人間としての尊厳を取り戻すために戦い、どんな時にも希望を失わず懸命に生きてこられた入所者の皆さんの足跡を多くの方に知っていただきたかったと思います。残念ながらそれは叶わなかったわけでございますが、今こうして平沢安二さんに赤々と希望の聖火の炎を灯していただきました。そしてこの聖火ランナーでは、昨年の3月に新型コロナウイルスによって残念ながら急逝された志村けんさんのお兄様である志村智之さんにも、第一走者として私からこの聖火の炎をつけさせていただいた次第でございます。本日参加をいただいた22名の聖火リレーの皆さんに聖火をつないでいただくことで、人権侵害と人間回復という2つの歴史を刻むこの多摩前哨園から、一人一人の人間の命の尊厳、命の大切さ、命のかけがえのなさを世界の皆さんにお伝えすることができたのではないか、そのように確信をいたしております。これは世界の長いハンセン病の歴史にとっても、そしてオリンピックの歴史にとっても大変意義深いことではないか、そのように思います。コロナ禍の中でこうして多摩前哨園に聖火の炎を照らすことができた、その喜びを、その歴史的な瞬間をみんなで迎えることができた喜びを、今日皆さんと共に分かち合いたいと思っております。この聖火リレーのコンセプトは Hope Lights Our Way です。希望の道をつなごうです。今年の3月25日に福島県をスタートした聖火は、多くの皆さんの思いや願いが込められて、ここ多摩前哨園に到着いたしました。ここ多摩前哨園では、コロナ禍の中においても、誰一人取り残されることのない、一人一人が尊重される、そんな社会を願って、平和で平和な共生社会を実現する私たちの思いを、この聖火の炎に込めていきたいと思います。コロナ禍の中で世界中の方が苦しんでおられますが、
どんな時にも希望を失わず懸命に生きてこられたハンセン病の患者の皆さん、回復者の皆さん、そのご家族の皆さんの生き方に学びながら、この困難をみんなで乗り越え、未来に向かって希望の道をつないでいこうではありませんか。私たちは皆時代をつなぐランナーなんです。どうかこれからもみんなで頑張っていきましょう。今日はありがとうございました。渡辺市長ありがとうございました。それではこれよりフォトセッションへと進めてまいりたいと思います。それでは聖火皿を中心に市長と平沢さんお並びいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。メディア関係者の皆様ご準備のほどお願いいたします。はい、ではフォトセッションは以上といたします。平沢さんと渡辺市長に今一度大きな拍手をお送りいただければと思います。ありがとうございました。以上をもちまして東京2020オリンピック聖火リレー点火セレモニーを終了いたします。皆様がつないだ聖火は明日も希望の道を照らします。ぜひ温かい応援をよろしくお願いいたします。そしてこの後は東村山市の聖火ランナーの皆さんによる記念撮影を行います。記念撮影は2回に分けて行いますので、最初のグループの聖火ランナーの皆さんはどうぞステージの方にお進みください。お願いいたします。はい、ステージ上の聖火ランナーの皆様ありがとうございました。それではどうぞご講談ください。ありがとうございました。それでは次のグループの聖火ランナーの皆さんどうぞステージの方へお進みください。
東村山市を総合予定でした聖火ランナーの皆さんの記念写真でした。ありがとうございました。それでは聖火ランナーの皆さん、ご講談ください。ありがとうございました。そして改めまして、会場の皆様には新型コロナウイルス感染症対策のお願いを申し上げます。お帰りの際もマスクを必ず着用し、お客様同士の間隔を空けていただき、会話はお控えくださいますようどうぞよろしくお願いいたします。どなた様もお忘れ物のございませんようお気をつけてお帰りください。本日は東京2020オリンピック聖火リレー点火セレモニーにお集まりいただき誠にありがとうございました。会場の皆様にご案内いたします。まもなく会場をクローズさせていただきますので、速やかにご退場をお願い申し上げます。ぜひ明日も聖火ランナーに温かい応援をお願いいたします。お忘れ物などなさいませんようどうぞ気をつけてお帰りください。本日は誠にありがとうございました。